堀哲夫君。皆様こんにちは。改革市民の会の堀でございます。3月定例会以来の登壇にいささか緊張しておりますが、午後のひととき、今しばらくのお付き合いをよろしくお願いいたします。今回は2つの項目を通告しております。早速大項目の1、町内会で管理をしているごみ集積所の現状と課題についてお尋ねをいたします。ごみ集積所と一括りに代用しておりますが、可燃物、燃えるごみと分別回収、資源ごみの両方の集積所があります。どちらにも共通することと、どちらか一方に限った話になる場合もありますので、ご了承をいただきたいと思います。さて、この質問に至る経緯は、ごみの問題やごみ集積所の問題に関して、私の住まいの近くで指定された集積所の散らかりぶりや、町内の各集積所の近隣の方々から寄せられるごみの出し方や回収についての苦情の多さ、地元の町内会長さん、市政協力員さんとの話の中から出たものであり、またそれぞれの町内会長さんにも聞き取りを行ったりするうちに、ごみ集積所の課題については行政担当部署の現在のお取り組みや問題解決へ向けての努力と、町内会長さんをはじめ集積所近隣の住民の協力だけではもはや限界なのではないかと感じたところからです。これは私の住む地域だけの問題ではなく、それぞれに地域性はあるものの、市内各所でも伺える状況ではないでしょうか。そこで現状を確認し、なんとか解決策を模索し、より良い住環境や地域環境の向上につながる策を求めてのものです。それではまず本市のごみ収集の現状からお尋ねをしていきます。1点目、資源物回収品の売却額と有料指定袋の売上額、これまでの売上額の推移、その売上の使い道について伺います。2点目に、本町管内での可燃物の収集車は何台で運用されていますか。また作業に従事されている方は何名でしょうか。3点目に、収集ルートや回収にかかる時間、また1台あたりに何箇所くらい回収に回っているのでしょうか。以上、市民環境部長にお尋ねをします。壇上からの発言は以上とし、再質問以降と大項目の2については発言席より行います。はい、桑原市民環境部長。こんにちは。堀議員ご質問の1項目目、町内会で管理しているごみ集積所の現状と課題についてお答えをいたします。まずご質問の1点目、資源の日に集めた資源物の売却額およびこれまでの推移についてでございますが、缶類、瓶類、紙類、プラスチック類などを有価物として売却しており、平成29年度の実績は旧八代市と旧坂本村分で2209トンを売却し、約1650万円の収入、平成30年度は旧八代市、旧坂本村の6月までの分と、環境センターが稼働を始めた7月からは市内全域分を合わせた2614トンを売却し、約1940万円の収入、
令和元年度は2702トンを売却し、約2690万円の収入を得ております。この収入の全額は、資源物収集運搬業務委託事業、約1億6000万円の財源となっております。次に、有料指定袋売却額についてでございますが、販売代金から販売に伴う諸経費を差し引いた収入については、平成29年度の決算では約1億3270万円、30年度は約1億3360万円、令和元年度は約1億3980万円となっております。この全額は環境センター運営委託事業約1億7500万円の財源となっております。続きましてご質問の2点目、可燃物収集車は何台で運用されているか、また作業に従事される方は何名かというご質問についてお答えをいたします。本庁管内における可燃物収集車、いわゆる人海収集車でございますが、予備車両3台を含めて12台あり、通常は9台で収集運搬を行っております。予備車両につきましては連休の後や年末など集積所に排出されるゴミの量が増加する場合に台数を増やしての対応や、車両の故障や点検などの際の台車として使用しております。また作業に従事する職員は24名でございます。次にご質問の3点目、収集ルートや回収にかかる時間、1台あたり何箇所くらい回収に回るのかというご質問についてお答えをいたします。収集ルートについては、収集する曜日やゴミの排出量にもよりますが、午前は環境センターから比較的遠い航空を中心に回収し、午後は入り組んで時間を要する航空を中心にコースを決めて対応しております。また本町アーケード、八代駅周辺、日向航空などは交通規制や観光面などを配慮し、朝一番で回収するようにしております。ただし収集日のゴミの排出量や動物の死骸の回収など特別な事情がある場合はルートを変更して対応しているところでございます。また回収にかかる時間については収集日のゴミの排出量により変化しますが、午前が8時30分から11時30分、午後が1時から4時30分までの間で回収しており、排出量が多い時などは午後6時近くまで回収する場合もございます。また1台あたりの回収箇所数につきましては、最低でも1日に70から80箇所を回収しております。以上お答えといたします。はい、堀井哲夫君。はい、ありがとうございました。まず現状についての確認をさせていただきました。それでは再質問ですが、私がですね、聞き取りをした範囲ですが、ゴミの集積所についての問題の中からまとめたものを少しご紹介をします。まず決められた曜日時間を守らずにいつでも出す者がいる、張り紙をしても看板を立てて注意を促しても全然守ってくれない、燃えるゴミの袋に生ゴミと一緒に瓶や缶、ひどい時にはフライパンも混ぜ入れて出すので収集されず残されてしまい、それをカラスなどに荒らされて困る、その荒らされた集積所を掃除をして回っている、通りに面しているところでは通りがかりのものが投げ捨てていく、まだまだありますが、町内会長や市政協力員さんの声のほんの一部であります。そこで私の聞きを及んでいる以外のこともあると思いますのでお尋ねをします。
1点目に、ごみ集積所に関わる市民・市政協力員からの苦情の件数と内容及びその対応についてお伺いをします。2点目、市政協力員協議会の総会や理事会などではごみ問題に対する意見や要望はあっているでしょうか。3点目、苦情や意見要望に対してどうお考えでしょうか、お伺いをします。桑原市民環境部長。はい、自責よりお答えをいたします。まずご質問の1点目、ごみ集積所にかかる市民市政協力員からの苦情の件数と内容及びその対応についてでございますが、ごみ集積所に関する苦情等の件数は令和元年度で166件でございまして、今年度は10月までの実績ですでに114件となっております。その内容は、可燃物のカラスなどによるごみの散乱や有料指定袋に空き缶などが混入しているなど、不適正な排出に起因するものがほとんどとなっております。またその対応についてでございますが、ごみの散乱に関しては時間外排出や集積箱、ネットの外に排出されたものがカラスなどの被害に遭っているため、啓発看板を設置して周知を行っております。不適正排出に関しましては、違反シールを貼って排出者に引き取りをお願いしており、次の収集日まで引き取られない場合は市職員が回収したり、市政協力員のご協力により環境センターに搬入していただいている状況でございます。市職員で回収した不適正排出物につきましては、排出者が特定できるものが出てくれば文書により注意を行っており、特定できないものにつきましては排出状況の写真をラミネート加工して集積所に掲示し、啓発を行っているところでございます。続きましてご質問の2点目、市政協力員協議会総会や理事会においてごみ問題に対する意見要望があるかについてお答えをいたします。市政協力員の皆様にはごみ集積所の調整やごみ出しの苦情に対する対応など大変ご苦労をおかけしているところでございます。市政協力員協議会におきましても、ごみ問題に対しては非常に関心が高く、これまでも理事会で議題として取り上げられ、ごみ出しのマナーや不燃物混入などで収集されなかったごみの対応など担当課を交えて協議意見交換が行われているところでございます。次にご質問の3点目、苦情や意見要望に対する考え方につきましては、集積所周辺の住民や市政協力員の皆様には大変なご迷惑をおかけしていると感じており、さらなる啓発及び周知徹底が必要であると考えているところでございます。以上お答えといたします。はい、以上。はい、堀井哲夫君。はい、はい、ありがとうございました。市に寄せられて把握できたものも、私が聞いた内容と同じような案件のようでございます。今年度はすでに114件の苦情などの件数であるということですが、市に苦情の申し立てをせずに散乱したごみの後片付けを粛々とされている住民もいらっしゃるようです。町内会長さんにあっては環境センターまで持って行ったりされるのもお手数を取っていただいていることですし、また市の職員さんも違反シールを貼っても引き取られることのないものを回収して回っている姿も見かけます。市行政の対応や取り組みについては、その様子を見ていてもご苦労があることと十分に理解をするものであります。また町内会長さんはじめ近隣住民の方も掃除をしたり注意の張り紙をしたりと相当のご協力をされています。誰にとっても本当に
大変なご苦労をされていると思います。市政協力員協議会でも関心の高い問題として取り上げられていると確認もできました。そこで再々質問になりますが、ゴミの集積所における一部の不適切排出の対応については、町内会長、市政協力員さん方や近隣住民のご尽力によっても成り立っています。違反シールや看板など、周知啓発では対応にも限界があり、やむなく次の手段として監視カメラを設置したいが、市で購入し、その貸し出しができないものかとの要望も伺っています。本市の決算審査における主要な施策の成果に関する調書の中でも、監視カメラの導入について検討するとありましたが、どういう経緯があったかについてお伺いをします。はい、桑原市民環境部長。はい。ご質問の、決算審査の調書から、監視カメラの導入について検討するに至った経緯について、自席よりお答えいたします。排出者が特定できない不適正排出物に関しましては、啓発看板の掲示だけではなかなか改善されない集積所もございますので、一部の町内では、今議員おっしゃられたとおり、監視カメラの導入を検討されたり、その対策を市に要望されている状況でございます。市といたしましても、その対応については苦慮しており、監視カメラの導入について検討を開始したものの、プライバシー保護の問題など、解決すべき課題も多いことから、慎重な検討が必要であると考えているところでございます。しかしながら、後を絶たない不適正排出を防止するため、今後もさらなる啓発の実施に努めてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。堀哲夫君。はい。はい。ありがとうございました。監視カメラのですね、導入については、検討を開始したものの、慎重を期すということであります。その運用については、一定の課題はあることは理解しますし、やらずに済めばそれに越したことはないと思っています。しかしながら、これまでの担当課の努力、住民側の協力による対応では、もはや対応にも限りがあることがうかがい知れます。市政協力員協議会などの会議を通して、さらに聞き取りをしたり、また実際に現場で対応されている方々のご意見も確認をしながら、ぜひともですね、導入に向け前進をしていただきたいと思います。それでは次の質問になりますが、では最後、この子の最後になります。聞き取りをしたうちにですね、主な意見要望をお伝えします。お考えをお聞かせください。1点目、町内でお金を出し合い、鉄製の籠を作り、ゴミの集積をしているが、ゴミの量が増え、収まらなくなった。そこで、はみ出す部分については、カラスよけネットをかぶせているが、今後、買い替えが必要な時期が来る。その補助ができないものか。2点目、回収場所のローテーション導入はできないものか。これは回収に来る順番がいつも同じであれば、午後の遅い時間に当たるところはカラスなどに荒らされる割合が高くなるそうです。そこの周辺は気の毒であり、たまには順番を早くしてやれないものかということです。財源の必要なものについては、冒頭の質問でお尋ねした資源物の売却益、有料指定袋の収益から一部回せないものでしょうか。最終的には一般財源という同じ財布の中の話になりますが、資源物の回収も有料のゴミ袋も
市民の理解と協力の上に成り立っているものですから、ごみ事業に関わるものについて、一部を回すという考えもあってよいかと思います。また、多額の財源を伴わず、現場の工夫でできるものはご検討いただきたいものです。桑原市民環境部長、はい、自責よりお答えをいたします。まずご質問の1点目、集積所に設置しているカラスよけネットに対する補助はできないかについてでございますが、議員ご承知のとおり、燃えるごみの集積所は各町内で管理をしていただいており、市内全域で約3000箇所ございます。近年人口は減少している、減少してきているものの、世帯数が増加傾向にありますことから、集積所数も年々増加している状況にございます。また、集積所につきましても、各町内だけでなく、校区で対応しているところもございますので、ネットの補助につきましては、さまざまな調整が必要になってくると考えているところでございます。次にご質問の2点目、回収場所のローテーション導入についてお答えをいたします。午前と午後で回収する工区を変更するなどした場合、午前に回収していた工区からはまだ取りに来ていないなどのクレームが想定され、午後に回収していた工区では午前に回収が終わっているにもかかわらず、これまで通り午後からの回収と思いごみを出されるなど、回収後に不適正排出されたものに対するクレームなどがローテーションするたびに繰り返し起こることが想定されることから、ローテーションを導入することについては困難であると考えております。以上お答えといたします。はい、議長。堀井哲夫君。はいはい、ありがとうございました。最初のですね、質問で収集ルートの確認をさせていただきました。そこでは環境センターから遠いところから、いや交通規制や観光に配慮してなど、合理的な理由がありましたし、限られた予算、車両、人員での業務については優先順位を決めて行っているのも理解するところです。しかし見方を変えてみれば、優先される地域があれば優先されない地域もあるということです。早く回収に来てもらいたいのはどこでも同じ気持ちに変わりはないと思います。回収側の条件で優先順位をつけて行うのは理解するものでありますが、ではその後回しになっている時間にカラスに荒らされるのを我慢してくださいというのも申し訳ないなと思います。そこでは優先されない地域にはそれに代わる手立てをするのが平等な策ではないかと思います。また回収に従事をされる職員の方にとっても、散らかった集積所での回収は気持ちのいいものではないと思います。散らかったごみを掃除していかれる手間も本来は必要のない作業ではないかと思います。ただいまのお答えは、それぞれカラスよけネットの補助はさまざまな調整が必要、そして回収ルートのローテーションは困難とのことでした。そもそも論ですが、回収が午前午後にかかわらず、集積所には朝の8時半までに出すようになっていると思います。考える余地はまだありそうでした。できない理由を探すより、どうしたらいいか考えよう、そんなとても良い言葉があったのを思い出しました。最後になりますが、散らかった集積所の後片付けをする近隣住民と苦情処理に奔走する町内会長さん、そして回収に従事する職員、このごみ問題、ごみ集積所の問題については、誰もいい思いをしていないのが
現状ではないでしょうか。今よりももう一歩前進するようなご検討をされて、ああ最近きれいになったねと喜ばれるように実現をしていきたいものであります。より美しい環境の中で暮らしたいと願う市民の声に応えられるよう一層のお取り組みを願うところであります。はい、はい、堀哲夫君。はい、それでは大項目の2、国指定史跡八代城跡群を含む市内城跡保存管理事業の現状及び観光資源としての歴史文化遺産の活用についてお尋ねをしていきます。期せずして午前中の桃田議員の質問と似ておりますが、舞台は中世から近世現代へと変わってまいります。それでは今回のテーマは、以前にも平成25年12月定例会においては大和前先輩議員が、その後平成27年3月には私から質問をさせていただいております。まずその時を簡単に振り返りますと、八代城跡群が国史跡指定に至るまでの経緯と概要では、土地の所有者、地元関係者の方々のご理解をいただきながら指定に至るまで10年ほどの時間を要したこと、複数の城郭をまとめて国史跡指定とするのは県内初であること、そして平成27年から29年の3カ年で保存管理計画を策定し、その3年目に計画書を刊行し、策定後は保存と計画的な修復、修理等を図ることとなり、計画書に基づく事業であれば、国から2分の1の補助があり、保存活用を図っていくという内容でした。以前の質問から、早5年以上経過しましたので、その後の計画策定の経過と結果、現状についてお尋ねをしたいと思います。担当部長、どうぞよろしくお願いいたします。中経済文化交流部長。はい、議員質問の2項目目、国指定史跡八代城跡群を含む市内城跡保存管理事業の現状および観光資源として歴史文化遺産の活用についてお答えいたします。まず現状についてでございますが、古麓城跡、麦島城跡、八代城跡からなる八代城跡群は、中世山城から近世平城への変遷と河原釜跡および城主墓地等の城郭関連遺跡を八代という一つの地域でたどることができる貴重な遺跡群であり、全国的にも注目を集めている史跡でございます。これら八代城跡群は平成26年3月に国の史跡に指定されたことから、その後の保存活用と整備を図るために平成27年度から29年度にかけて、城郭考古学や歴史学、史跡整備などの専門家や各遺跡の所有者からなる検討委員会を組織し、八代城跡群保存活用計画を策定いたしました。この計画では、八代城跡群と商品券を確実に保存し、次の世代へと伝えていくために、史跡及び名称の文化財的価値と構成する要素を明確にし、適切に保存活用するための基本方針、方法、および現状変更の取り扱いの基準などを示した上で、史跡および名称の価値を後世に確実に伝えるための文化財の保存管理と、それぞれの文化財の所有者や地域住民の合意を形成していく上で必要となる将来像を示した整備活用の在り方を取りまとめております。
今後はこの保存活用計画に基づき、各城跡や窯跡および城主墓地の保存と活用、並びに計画的な修復、修理および整備等を図るための整備基本計画を策定した上で、具体的な取り組みを進めていくこととなります。現在はこの整備基本計画の策定に向けて準備をしているところであり、令和元年度に八代城跡、北の丸堀跡の構造等を確認するための発掘調査を実施するなど、各種の調査等を進めており、これまでの調査で得られた知見を踏まえた上で、各城跡の現状と課題を整理し、令和3年度以降に八代城跡群整備基本計画の策定に取り組んでいくこととしております。以上、お答えといたします。はい、じゃあ、はい、堀哲夫君。はい、ありがとうございました。平成29年度にはですね、史跡および名称の価値を後世に確実に伝えるための文化財の保存管理と、将来像を示した整備活用のあり方を取りまとめた八代城跡群保存活用計画を策定されたということです。現在はその保存活用計画に基づき、具体的な取り組みを進めていくために、来年度からの令和3年度以降に八代城跡群整備基本計画を策定していくプロセスの途上にあるということで確認をできました。私のですね、勉強不足で、その保存活用計画がすぐさま活用できる具体的な計画だと思っておりましたので、麦島城跡の整備がちっとも進まないなというのは、そういうわけだと理解ができました。その下に個別の整備計画があるということでした。さすがにですね、何百年という歴史が相手の計画ともなりますと、なかなか時間がかかるものであるようです。せっかくですから、城郭や歴史の専門家の知見のみならず、城跡が存在する地元ならではの意見も参考にされるように期待をしております。それでは再質問であります。さて、保存計画は策定をされましたが、国指定の城跡群では唯一八代市の私有地である麦島城天守台の敷地と隣接する埋蔵文化財宝蔵地の管理については、従前から適切に行われているとは思えない状況です。現状をどのように認識されていらっしゃいますか。また今後の対応についてお伺いをします。はい、根川経済文化交流部長。はい、現状の認識と今後の対応について議席よりお答えいたします。まず、麦島城跡天守台の現況についてでございますが、天守台は国指定史跡になる以前から、周辺地域の皆様のご理解とご協力を得ながら、市史跡としての管理を行っており、平成21年には天守台の官民協会の確定、平成28年熊本地震後には、長年の懸案でした空き家の解体、撤去も行うことができました。しかしながら、協会確定から時間が経過し、協会区位が失われている箇所があるとともに、市民の方から寄贈を受けた天守台東側隣接地との官民協会については、曖昧な部分も残されていることから、改めて協会確定と明示を行う必要があると認識しております。また、長年にわたる天守台への無断駐車や、無許可で物品を保管している方がおられることを確認しておりますので、今後、当該地である麦島城は、国史跡という貴重な文化財であること、また、日本の城、九州の城が土造りから石垣造りの城に移り変わる時期の重要な城であることなどをご理解していただくよう、周知に努めますとともに、
今後の整備基本計画の策定作業に合わせて、将来の麦島城跡天守台の調査と整備を視野に、車両の移動や物品等を撤去するよう粘り強く求めていきたいと考えております。以上お答えといたします。はい、部長。はい、堀哲夫君。はい、ありがとうございました。なかなかですね、文化財として管理する物件は範囲が広いし数も多い、しかも専門性が高く簡単には手をつけられない文化財ということもありますし、予算も担当する人員もですね、限りがある中では目の届きにくいところではあるかと思います。今は時折草むらと化すこともありますが、麦島城跡は国史跡という貴重な文化財であること、日本の城が石垣造りに移り変わる時期の重要な城であることをしっかりとお伝えをいただき、国指定史跡にふさわしい管理を行っていただきたいと思います。それでは再々質問になりますが、次にですね、その麦島城跡をはじめとする、文化財を保存するだけではなく活用という観点からは貴重な観光資源としての役割もあると思いますが、現在はどのような活用にお取り組みでしょうか。お願いします。はい、中川経済文化交流部長。はい、次席よりお答えします。文化財の観光資源としての活用についてでございますが、文化財保護は保存と活用が両輪であり、麦島城跡を含む八代城跡群についても保存に影響のない範囲で活用を進めていくことは大変重要であると考えており、これまでもシンポジウムや史跡巡りの開催、また出前講座等を通して市内外の皆様に八代城跡群の魅力を発信してまいりました。平成27年2月に八代城跡群国史跡指定記念シンポジウムを開催した際には、県内外から400人を超える多くの方がお見えになり、八代城跡群への関心の高さが伺えたところでございます。また八代城跡群と城下町の魅力をまとめた観光リーフレット、八代城物語や東洋町の石橋をはじめ碑文などの八代干拓遺跡群を取り上げたリーフレット、八代の石造り文化を作成し、観光素材としても活用してまいりました。さらに昨年は麦島城が地震で崩壊して400年目を迎えたことから、麦島住民自治協議会の皆様が記念事業として麦島城跡のシンポジウムや史跡巡りの企画開催をはじめ、リーフレットの刊行など地域づくりの活動の一環としても展開をしていただいております。また平成28年には八代城跡が公益財団法人日本城郭協会の属100名城に選ばれたことを契機に、関東関西を発着する日本の名城をめぐるスタンプラリーツアーが盛況となってきており、令和元年度は26団体延べ700人ほどの方が八代城跡を訪れていただいております。これらのツアーには八代観光ガイド協会の皆様が対応していただいており、八代城跡をはじめとする本市の文化財の案内が好評をいただいていると伺っております。そして本年6月には本市の石造りの文化に関するストーリー、八代を耕した石工たちの奇跡、石工の里に息づく石造りのレガシーが日本遺産に認定されましたが、そのストーリーを構成する文化財として八代城跡および麦島城跡も含まれておりますことから、今後は日本遺産としても市内外にさらに広く PR を行い、大いに活用していく所存でございます。以上お答えといたします。はい、堀哲夫君。はい、ありがとうございました。本市にあるですね、貴重な文化財の保存と活用を図りながら、観光資源としても
生かそうと、さまざまな活動を行っているということとお伺いをしました。その中でもですね、八代城跡が続くという字ですが、続100名城に選ばれたということで、日本の名城を巡るスタンプラリーツアーが盛況ということでお伺いをしました。ちょうど今ですね、それと似たようなものがあって、鉄印帳というものをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。それがですね、大盛況ということであります。これは何かと言いますと、全国の第三セクター鉄道会社40社で開発をされまして、それぞれの路線の決められた駅に行って、手書きやですね、書き置き印という鉄印をもらって、まあ、御朱印みたいな感じなんですが、もらって、それがですね、スタンプラリーのような形になっています。地元のですね、肥薩おれんじ鉄道の八代駅でも、全国からたくさんのお客さんがお見えになっていただくきっかけとなっているようです。まあ、全国にはですね、鉄道愛好家と同じぐらい、お城愛好家もいらっしゃるようですので、もっとたくさんの方に八代を訪れていただけるように、PR に努めていただければと思います。それではもう続けて最後の質問になりますが、今のお答えにもありました、日本遺産に認定された石造りのレガシーや、八代城跡群をはじめ、本市にはまだまだたくさんの歴史文化遺産があると思います。今後、さらなる PR と活用を図っていただきたいと思うのですが、その手段として、例えば、NHK にブラタモリという番組がありまして、全国の町を回ごとに取り上げて、その町の成り立ちを歴史や地理から紐解いていくという、歴史文化に興味のある方にとっては、とても楽しい構成となっています。番組で紹介された町には行ってみたくなりますし、町の良い PR にもなっています。そこでメディアなどを通して本市の歴史文化財を紹介し、その魅力を発信することに取り組まれてはどうでしょうか。本市の歴史文化遺産などをご紹介をいただきながら、その可能性についてお伺いをします。議長。はい、中川経済文化交流部長。はい。自席よりお答えします。本市には麦島城跡を含む八代城跡群をはじめ数多くの文化財が所在しております。中世には現在の古麓城が築かれ、現在もその一帯には南朝方の金長親王の御陵やおこそれ塚等の歴史遺産が数多く残されております。古麓城には豊臣秀吉も九州攻めの際に滞在し、キリスト教宣教師ルイス・フロイスと面会しておりますが、フロイスはその際に古麓城から見た八代城の素晴らしい景色を日本史という本に記しております。その後1588年には麦島城が築城され、1615年に一国一城令が出された後も廃城とならず、熊本城とともに全国でも珍しい一国二城を支える城でございました。残念ながら1619年に地震で倒壊してしまいましたが、八代の地位的な重要性を認識していた加藤氏が幕府の許可を得て1622年に麦島城をモデルにして八代城を築城しており、再来年の2022年には築城400年を迎えようとしております。その後、江戸時代を通して加藤細川両国の一国二城体制を支えた八代城と商品圏を中心とする中心市街地には城下町の地割りが今でも残っており、その城下町で育まれてきた八代妙見祭は現在では国指定無形民俗文化財であり、またユネスコ無形文化遺産となっております。
また八代平野の3分の2は干拓により陸地化された土地であり、現在も江戸時代以降の数多くの干拓遺跡が残されています。鏡町両出、仙町町小金付近には1800年代に行われた400床新地干拓の遺跡であり、熊本県指定遺跡 である小瀬谷碑文群が残されており、当時から労働家として歌い継がれてきた郷土民謡小瀬谷節は、現在では鏡町で全国大会が開催されております。干拓の技術は江戸時代以降も磨かれ、郡築三番町には明治時代の干拓遺跡であり、国指定重要文化財の旧郡築新地皇后碑文、郡築二番町には昭和初期の干拓遺跡であり、国登録文化財である郡築二番町碑文が残るなど、当時の干拓の技術、変遷を一望できる八代干拓遺跡群が展開しております。さらに、東洋町の笠松橋をはじめ、市内には数多くのメガネ橋群が点在しておりますとともに、泉町には五箇荘など平家に関連する文化財や、県指定天然記念物の呉子鳥、また呉子古代踊り等多くの民族文化財が地元の皆様のご尽力によって今に伝えられております。生まれ育ってきた私たちにとっては見慣れた光景であるため、なかなか文化財の価値、観光資源としての魅力を実感できない場面もありますが、市外から訪れる方にとってはとても珍しく魅力あふれる景色に映っていると伺っております。今後は八代城跡群や八代干拓遺跡群、さらには眼鏡橋群など歴史文化遺産の一層の活用を図り、その価値を高めていくためにも、議員ご発言にありましたマスコミへの働きかけのほか、ウェブや SNS などを積極的に活用し、市内の歴史文化遺産を切り口として本市のファンを増やしていきたいと考えております。さらに今回の日本遺産認定などを契機として、新型コロナウイルス感染症収束後、国外からの往来が再開された時を見越して、将来の観光需要を取り込めるよう歴史文化遺産を活用するための下地を作っていきたいと考えております。以上お答えといたします。はい、議長。はい、堀哲夫君。はい、はい、ありがとうございました。麦島城跡のですね、本丸跡、それから天守台跡は、遠くは関東や県外からも見学に来られるお客様がいらっしゃいます。私もですね、時折ご案内をする機会があるのですけれども、そこが天守台であったことを示すものは看板が1枚くらいしかありません。しかし堀割のですね、痕跡だとかキリシタンの殉教の地であることなど、歴史をひも解きながら説明をすると大変喜んで帰られます。その際に伺ったお客様の観光行動をご紹介しますと、まず八代駅でレンタサイクルを借り、古麓城まで行き、駅に帰ってタクシーに乗り換え、麦島城を見た後、松江城を見学して八代市内に泊まります。夜は地元ならではのものを食べに町へ出て、次の朝はオレンジ鉄道に乗って佐敷城跡を見て帰りますということでした。今の観光行動はそれぞれの家庭で消費行動に結びついています。一例に過ぎませんが、観光ルートとして、また旅行商品としての開発への素地は十分に参考になるものと思います。担当部門にてぜひご一行いただければと思います。さて、ただいまのたくさんご紹介をいただいた本市の歴史文化遺産は、観光資源としてのパフォーマンスとしても非常に高いものがあるというふうに思っています。先ほどのお答えにありました八代城跡群、
国史跡指定記念シンポジウムが開催されたときのお話ですが、パネリストの方からこういうシンポジウムにはそんなに人は集まらないだろうと思っていたが、こんなにたくさん人が来るなんて、八代は文化度の高い町ですねと、また構成要素の違う3つのお城の一括指定は全国初の方式であり、日本全国から見に来る価値がある、国指定を誇りにしていいと思いますと語っておられました。国指定にこぎつけた担当者の苦労も報われるというものです。自分の足元にある見慣れた風景にはなかなか気づかないものでありますが、八代には歴史と文化の香りがあふれております。文化財であることの価値を最大限に生かし、心豊かな市民生活が送れますように、また将来の観光需要が取り込めるよう、観光資源としても活用されるよう、さらなるお取り組みに期待をしております。ブラタモリにもぜひエントリーをチャレンジしてみてください。これで私からの質問を終わります。